こんばんは、僕です。4月の29日午前2時を回ろうとしています。平成もあと2日となりました。10連休2日目も終わり、明日は3日目の休みとなりますが、僕の場合には、間で仕事が待っています。なぜならば、会社は休みなんですが、仕事がただ山積するだけなので、10連休投資での休みを回避したというような次第です。まあその方が賢明な判断ではないかなと思っています。それではまず、昨日今日と、新しい曲を2曲作りました。まあそれぞれ短編のドローン撮影用の BGM ということなので、1分1分ということになっています。2本続けてご覧になってみてください。僕は本来あのドラマーなので、今まで作ってきた曲というのは割と太鼓を意識して作ってきたんですが、今回はちょっと趣を変えてみました。サタデーサンデーココスをこちらも続けてご覧になってみてください。どうぞ。恒例のサタデーブランチココスに来ました。今日は雨です。雨、10連休初日かな。三浦海岸はこの通り雨です。ではブランチタイムです。ココス定番のほうれん草のバターソテー、それからアサリとムール貝の白ワイン蒸しで、今日のメインディッシュはビーフハンバーグステーキとサーロインステーキのハーフコンボです。いただきます。言わずと知れたココス定番ですけど、昨日は寝てなくて朝まで曲作りと編集で今になってしまいました。もう3時過ぎです。
朝は寒かったけど今は半袖で大丈夫です。じゃあこれからご飯食べます。やはり定番のほうれん草のバターソテーから、エビのアビーチョとローストチキン、今日はこんな感じ。いただきます。これだけ残して完食しました。ごちそうさまでした。すっかりお腹もいっぱいになり眠いです。三浦海岸もちょっとね曇ってきたかな。風も冷たくなって。じゃあココスのメニューが一新されたことはこの間ご紹介しましたけれども、2点ほどですね感心させられている点があります。まず1点目は、水ですとかおしぼり、ウェルカムサービスがなくなりました。セルフでドリンクバーに用意してあるので自分で取りに行ってくださいというような、合理化が図られました。これはお店で働く人たちの、無駄な労力の軽減にもなり、そしてある意味サービスの別の意味での質の向上につながっているのではないかなと僕は思いました。そして、何よりもドリンクバーに置いてあるので、ドリンクバーの売り上げのかさ上げにもつながっているのではないかなって勝手に思っています。2点目、食器なんですけれども、まあ食事というのは器をめでていただくということで美味しさが増すという点はありますけれども、ココスはファミレスですので何も食器の種類を増やす必要はないんですよね。限りなくですね、食器がの種類が少なくなっています。これは例えばデザートを頼んだ時に、パスタのお皿で来たりだとか、使い回しっていうんでしょうかね、これもコストの削減にもなってるんじゃないかなと思いますし、それからスピーディーな、顧客へのサービスの対応にもつながってるんじゃないかなと思います。メニューそのものはかなり簡素化されている点もあって、薄くなった部分、それから少し重たく厚くした部分、そのバランスがとてもよく取れているように思っています。まだ、連休が続くのでまあココスファンなんで、通い詰めるかなとは思っていますけれども、またピックアップして、映像を貯めときますので、まあたわいもない映像ですがご覧になってみてください。ではこれで今週の今日の僕を終わりたいと思います。あと2日間今日と明日残された平成の日々、皆さんどのようにお過ごしになられるんでしょうか。様々だと思いますけれども良き日々をお過ごしください。どうも最後まで私のたわごとに付き合っていただきましてありがとうございました。ではまた、さよなら、おやすみなさい。